みなさんこんにちは、ここは日立店のジャスミンです。イヤモンです。中島です。はい、今日はですね、11日までやっております、はい、七五三相談会に先駆けてないですね、はい、やっておりますので、それにかけて七五三問題を出したいと思います。それでは早速いきたいと思います。書く気満々でした？いや、ただ鉛筆持ってたんで。じゃあ分かったら、はい、1、2、3で出すので、はい、なんか1とか2とか1でもいいですけど、はい、なんか表してください。はい、それでは参りたいと思います。はい、はい、ディルン第1番。はい、七五三で売られる千歳飴の袋に描かれている生き物は、1エビとタイ、2鶴とカメ、3犬と猫。はい、鶴とカメ。私は違うやつ、エビ。エビ、エビ、デレン。正解が立花さん。あ、イエイ、私の方です。アミッコ、イエイ、デレン。第2問、何と読むでしょうか。1、竹縄、2、ハエ縄、せーので答えてください。3、しめ縄、せーの、3、3、しめ縄。2番、ハエ縄ですね。ルル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 、3番正解だ。あれ、締め縄です。あの締め縄と呼びます。締め縄、はい、へー、はい、え、なんで、ポジツ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 、はい、はい、第3問、リリ、七五三の千歳飴を最初に売り出したとされるお寺は、はい、1、浅草、2、清水寺、3、善光寺。浅草、清水、善光寺。1番。じゃあ私2番。いる、正解。イエイ、はい、最後の問題です。はい、早いね。さあ、じゃあここは、はい、2個です。3点差し上げましょう。あ、バケットさん、いきますよ、はい、最後の問題、はい、江戸時代の川柳、神前へほにゃららで参る七五三、ほにゃららに入る言葉は何でしょう。もう一回言いますよ、はい、神前へほにゃららで参る七五三。1、裸足、2、裸、3、牛舎、4、まだの車。はい、3番。3番。ルル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 。はい、じゃあ宮本さんどうぞ。え、何を？一発芸です。どうぞ、また近づいて。ここは恒例です。どうぞ、はい、じゃあ私変顔してください。え、変顔できない？なんでも、もう何でもいいんですよ。私はじゃあ、はい、ジャパネット高田の真似をします。はい、どうぞ、はい、この大画面なんです。はい、ありがとうございました。さよなら、バイバイ。